次に前原誠司君。委員長、国民民主党の前原でございます。まず冒頭、立憲民主党さん、そして維新の会さんに時間を、配分していただいたことに感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。さて、総理、賃金の話をさせていただきたいと思います。何度もこの場で申し上げているように、日本の賃金は先進国の中でこの30年間、唯一ほとんど変わっておりません。他方で、国の基幹産税、法人税、それから消費税、所得税、まあ、直接税、間接税の見直しが行われて、法人税は下がり、で消費税は段階的に上がっていくということでありまして、国民一般の負担は上がっていると。また、社会保険料も上がっております。おまけに最近は、円安、それからガソリン価格の高騰ということで、まあ、どん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 可処分所得が、減り続けているということで、まあ、この30年間、これを放置してきたことが結局はですね、まあ、非婚化、晩婚化、あるいは少子化、まあ、こういった問題まで引き起こす大きな社会問題に私はなっているんではないかと、まあ、こう思うわけであります。まあ、他方で、第二次安倍政権から導入された賃上げ税制、見ましても、さほど効果が出ていないというのはご承知のとおりであります。まあ、この間ですね、1月の25日だったと思いますけれども、まあ、税だけで賃上げを誘発するんじゃなくて、このいわゆる株主資本主義そのものを見直す中で、どうやって賃金を上げていくかということの議論を総理とさせていただきました。私が具体例で出させていただいたのは、ある大手の通信会社の例でした。5年間で純利益が3兆円、そしてその5年間で従業員の給与は3300億円。それに対して、配当は 1.6 兆円、そしていわゆる自社株買いが 1.8 兆円、トータルで株主還元が 3.4 兆円、つまりは純利益よりも多い株主還元を行っているということですね。だったらこの株主還元を1割、3.4 兆円の1割は3400億円、これを回したら3300億円の倍以上になるんじゃないか。まあ、こういった例でお話をさせていただきました。でその議論のときに総理から、株主資本主義からの転換、これは重要な考えの一つであると認識しておりますという答弁をされました。まずお伺いします。この答弁の後、またネットでですね、株が下がるような発言をまた岸田さんがしたということで、岸田総理と私も批判をされました。ちょっと随時をご覧いただきたいと思います。過去の岸田総理の発言の中で、例えば金融所得課税に言及をされたときに、株価が大幅に下がる、あるいは自社株の買いの規制に言及されたときに、株価が下がるということで、まあ、岸田ショックと言われていることはご存じだと思いますが、この岸田ショックに対して、総理は率直にどうお考えになられますか。内閣総理大臣、岸田文雄君。株価の動きについては、さまざまな要因があります。で私の立場からそれを評価するということは逆に控えなければいけないと認識をしています。ただ、その上で委員ご指摘のように、私の経済政策に対して、もし市場関係者の皆様から懸念の声が出ているというのであるならば、これは誤解はしっかり解かなければならないと思っています。ご指摘のこの株主資本主義ということについても、私は資本主義ですから、これは株主、市場、これが基本であるということ、これはもう間違いないと思います。ただ、これは株主も含めて、ステークホルダー、この全体として、それぞれこの成長の果実を、どのように享受するか、こうした点が持続可能な経済につながるのではないか、こういった意味で申し上げておりますので、決して株主資本主義、株主そのものを否定するというようなものではない、こうしたことについては丁寧に説明をしていかなければならない、このように思っています。前原誠司君。私も同じ認識でして、つまりは短期ではそれは落ちますよ、金融所得課税が入るということになったら。今、私が申し上げるまでもなく、AI が導入されてますね、株価。だからマイナスなネガティブなことが入れば、自動的に売りが出ると、こういった、あるいは自動的に逆に買いが出ると、こういったものにも株主、
株式市場はなっています。したがって、そういうネガティブなことについては、反応するというのは当たり前のことなんですね。ただ、我々が与野党を超えて、今やろうとしているのは、どうやって賃金を上げて、国民の生活を豊かにしていくのかと、そのためには日本の構造改革、企業の体質改善もやらなきゃいけないと。短期的には株が下がったとしても、中長期には、先ほど総理が言われたように、賃金も上がる、設備投資も行われる、研究開発も行われる、そのことによって企業価値がむしろ長期的には高まるんだと、まあ、いうことの中で、株式市場に対しても、あるいは海外に対しても、しっかりとメッセージを出していくことが私は大事だと思いますし、そのことをおっしゃったんだという認識でおります。その上で、さらなる質問をしたいというふうに思っているわけでありますけれども、2番目の図をご覧いただきたいと思います。本来、株式というのは、資金調達の手段であるはずであります。しかし、この20年を見てみますと、この点線の折れ線グラフというものが資金調達なんですね。それに対して、実線の折れ線グラフというのが、これが株主還元、先ほど私が申し上げたように、配当と、そして自社株買いによって、株主に対して還元されているというものを表していると、明確なんですね。つまりは資本市場というのは本来資金調達の場だったのに資金流出の場になっている。そしてこれは海外の投資家もいますから国富が海外に逃げている。そういう場合になっているという認識はございますか。総理。内閣総理大臣岸田文雄君。ちょっと質問の趣旨、十分理解しているかどうかありませんが、今、ご指摘になられたように、この企業の資金調達の額と、そして株主への還元額、まあ、こうした大きな差があるということについては、これ、資料を拝見しまして、こうした現実について、改めて感じるところであります。いや、感じるだけじゃ困るんです、大事なところなんで、極めて大事なところなんで。つまりは、この資本市場というのは、資金調達の場であるべきなのに、資本流出の場合になっている、資金流出の場合になっている、そして海外の投資家がすると、国富の流出、つまりは国の富が海外に逃げている、そういう状況が生まれてますね、そういう認識ありますかっていうことを聞いてるんです。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、先ほど申し上げたように、資本主義というもの、この、関与するステークホルダー、それぞれがに資するものでなければ、持続可能なものにならないという観点から考えた場合に、こうした形で株主還元と、還元という形で、その成長の果実等が流出しているということについては、しっかりとその受け止め、この現状について考えていくことは重要であると認識をいたします。前原誠司君。これますますね、私、総理と議論してて、本当に新しい資本主義というものをやろうとされているのか、これ、総理が書かれた文藝春秋、これ、本当に自分で書かれました。私ね、今の答弁聞いてると、絶対にご自分で書いてないと思いますよ。だって、ここの中に、その資本流出をどう変えるかっていう中身が書いてあるんですよ。自分が書かれたんでしょ。その場所はどこです、場所っていうか、どういう趣旨のことを書かれてるか分かります、自分で書かれたんだったらご答弁ください。はい、内閣総理大臣、岸田文雄君。それがまさに先ほどから申し上げている趣旨であります。だから資本主義の持続可能性を考えたならば、その成長の果実が一方的に、この今、委員は流出するとおっしゃいましたが、その一部に資するだけで終わってしまったのでは続かないということを申し上げているわけでありますから、それは自分で書いたのかということでありますが、間違いなく自分で書いたものであります。はい、前原誠司君。いや、これ自分で書いたんだったら、この非財務情報の開示というところを答弁されないとおかしいんですよ。つまりは、この流出のところをどう変えていくかといったところが、新しい資本主義の肝じゃないですか。現状認識がどうかなと。そして先ほど申し上げたとおりですとか、一般論をとうとうと述べてるだけですね。私はやっぱりこの新しい資本主義について、まあ、これ書かれたかどうかっていうのことについては失礼かもしれないけど、中身については逆に本当に失望感を持たざるを得ませんでした。この財務状況の非開示、
の中身を変えていく、そしてこの流出しているものをいかに賃金、設備投資、研究開発に回すかということが、日本の成長の果実になるんです。それが新しい資本主義がなければ困るということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて前原君の質疑は終了いたしました。次に